皆さんこんにちは。世界の紛糾から本日は群馬県高崎市を訪れております。え、今なんて言った？群馬県、そうそうなんです。セカフンはついに関西地方を飛び出しまして関東地方初進出。世界の紛糾からインザワールドスタートです。というわけでですね、今私が訪れておりますのは高崎市にありますほどた古墳群という古墳群です。こちらですね、5世紀に、築造されました前方後円墳が3基ほど集まっております古墳群なんですけども、今私の目の前にありますのは八幡塚古墳という前方後円墳です。5世紀後半に築造されたものということなんですけれどもね、ご覧ください。綺麗に復元されております。実はですね、この古墳の背後に見えております山、榛名山という火山なんですけれども、こちらの火山が5世紀に噴火いたしまして、こちらの古墳、それからこの周りの住居等がですね、火山灰で覆われてしまったということなんですね。まあ、さながら日本のポンペイのような感じなんですけれども、それで、実はこの一帯が、灰に埋まってしまったのですが、そのおかげでというとちょっとあれなんですが、古墳時代当時の姿のままですね、実は、古墳であったり周辺の遺跡が発掘されたと言われております。綺麗ですね。吹石からそれから円筒波には周りの集合まで綺麗な形で復元されております。関西で言いますと、兵庫県神戸市の五色塚古墳ですとか、あるいはあの大阪府高槻市の今城塚古墳ですね、そのような2つの、古墳を合わせたような復元の仕方ですね。まあ復元にはね、賛否両論あろうかと思いますが、非常に綺麗に復元されております。さあ今日はですね、こちらほどた古墳群回っていきたいと思います。実は人物動物の埴輪群も再現されております。こちらですね、この古墳から54体ほどこうした埴輪が出てきたということなんですけれども、まあ、今城塚古墳、大阪府高槻市のねと同じような感じで、復元されております。動物、武人、馬、まあ動物ですね。それから、あちらの真ん中にいるのはあれは、これが王様なんでしょうね。大王に仕える巫女であったり武人であったりね、色彩が、加えられておりますので、非常に生き生きとした様子で伝わってきますね。はい、回ってきました。こんな感じです。こちらもですね、今城塚古墳と同じようにおそらく祭事の様子を、表しているのではないかと言われておるんですが、あの榛名山の噴火でですね、こちらの古墳も含めてこの一帯が火山灰で埋まっておったのでですね、綺麗な形で残っておったと言われております。お、力士もいますね。武人埴輪もあります。このように、前方後円墳の脇に埴輪の祭事ステージがあったというように言われております。そしてこちらが墳丘なんですけれども、神戸市の、五色塚古墳のような感じでね、綺麗に再現されております。すごいですね。集合も、はっきりとした形で残っておって、すごいな。まあまあ関西にもね、だから五色塚とか今城塚ありますけど、負けてないですね。関東もすごいですよね。はい、内堀に降りてまいりましたが、まあもともと水はなかったようですね。さあさあ、それではですね、いよいよ前方後円墳墳丘に近づいていきたいと思いますが、吹石があったんですね。こんな感じですね。吹石があって、周りには、円筒埴輪が並べられておったと言われております。三段構築ですね。まあ全長はね、そんなに大きくはないんですが、綺麗な形の前方後円墳ですね。このように見ますと、やっぱり大和で発祥したこの前方後円墳が、全国に広がっておったということは、まあ、一般的によく言われてますのは、大和
政権、大和王権にね、こう服従した証というか、そのようなことがよく言われておりますが、果たしてどうだったんでしょうか。くびれ部も綺麗に残ってますね。おお、すごいな。後円部はね、そんなに大きくないような感じはするんですが、綺麗に復元されてます。すごいな。五色塚をね、ちょっと思わせるような感じではありますが、やっぱりこうやって復元されると当時の様子がイメージできますんでね。おお、すごい見晴らしがいいな。すごいですね。今前方部から後円部を見てるんですが、榛名山があって、あの遠くにね、ちょっと高い雪がかぶった山があるんですが、富士山かと思ってたら、あれは赤城山、赤城山っていうんかな、だそうです。先ほどこちらでお会いした地元の方が教えてくださいました。こんな感じで後円部があって前方部というようになってます。まあ、全長はそんなに長くないんかな。でもこう集合があってね、その集合の周りに円筒埴輪がずらっと並んでおったんですよね。すごいな。やっぱりこの地域のいわゆる王の墓なんでしょうね。うん、すごい、すごいの一言。さあ、それではですね、後円部に登っていきたいと思いますが、後円部からはですね、埋葬施設が発掘されたということです。はい、後円部に登ってきました。おお、見晴らしがいいな。榛名山、なかなかね、関西にはない山の形ですよね。火山ですからね。まあ関西にも火山はあるか。うん、すごいな。見晴らしがいいですね。やっぱり盆地というかね、平野ですからね、関東平野。すごい見渡せますね。すごいな。で、あの遠くに見えてるのが赤城山、赤城山ということです。はい、こんな感じで、後円部から集合部をぐるっと見ておりますが、そして後円部から前方部ですね。向こうにありますのはね、博物館になってまして、こちら穂戸田古墳群の発掘成果等を、学ぶことができます。合わせて訪れられることをお勧めいたします。後円部で先ほどから気になってらっしゃる方いらっしゃったかと思うんですけども、こんな通路があるんですね。すごい、すごいでしょう。後円部に謎の階段がありまして、後円部の中に続いております。すごいな、後円部にこんな潜るのなんて初めてですよね。おお、すごい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 。なんとですね、後円部の中に石棺が見つかったということで、石棺展示室が後円部に復元されてるんですよね。すごいな。船型石棺ですね。小ぶりなんですけどね、こんな感じで手前にあるのが船型石棺で、実は奥に第二埋葬部ということで縦穴式石棺もあったようなんですね。ちょっと見にくいかな、見えますかね。それがですね、発掘当時の様子が見事に復元されております。船型石棺ってね、あんまり見たことないねんな。長持ち型石棺とか家型石棺はよく見るんですけども、すごいな、なんか可愛いですよね、こう丸っとした感じが。こんな感じで、船型石棺が残ってます。なんかね、あの半分なくなっちゃってるからスリッパみたいな状態になってますけども、すごいな、石棺の蓋石。へえ、面白いですよね。後円部の中に潜ることができるということで、これはなかなかないですね。五色塚もね、表面は復元されてますけども中までは入りませんからね。すごいすごい、こんな古墳初めて見た。でもね、前方後円墳、まあ後円墳の下にこういう埋葬施設があったんでしょうね。船型石棺まで綺麗に復元、いやこれはそのままかな、一部復元かな、という形で残っております。船型石棺は
そうか、こんな分布はしてたんですね。はい、公園部の地下がこのような形になっております。再び公園部墳頂に登ってまいりました。こちらですね、八幡塚古墳、周囲を見ますと丸い島のようなものがですね4つあるんですよね。これなかなかね、関西の古墳では見かけないですね。初めて見る形なんですけども、一見円墳が前方後円墳の周囲部にあるように見えるんですが、これはですね中島と呼ばれているそうでして、ここで言われております。関西の前方後円墳でしたらね、作り出しがあって、まあ、そこで祭りが行われたという話有名ですけども、面白いですよね。こんな感じで、集合部に島があるんですね。そこも吹石があって、円筒埴輪が並んでるということで、うん、これはなかなか見たことないな。はい、こんな感じで集合部、そして後円部から前方部を見ております。でこちらがね、さっき言いました世にも珍しい後円部の地下に降りて埋葬施設を見ることができるという階段になっております。八幡塚古墳、まあ、おそらくこの辺りを治めておった豪族の王、まあこの下野の国を治めていた王の墓なんでしょうね。この近くからは、この王のですね居住地の跡なんかも発掘されているようでして、やはりその榛名山の噴火でね、あのローマのポンペイのようにこう埋まってしまってましたので、そのままの形で綺麗に残っているということです。非常に、規模自体はね、まあまあ関西の古墳と比べるとそこまで大きくはないんですが、形も綺麗、そして見事に復元されておりまして、これはもう古墳ファン必見ですね。すごい、なかなか素晴らしい前方後円墳となっております。はい、先ほど墳頂から見ておりました、集合に降りてきまして、中島のところにおるんですけれども、内堀の中に4箇所あったということでね、周りには円筒埴輪もあったんですよね。まあ祭祀の場、あるいは梅町という考えもあるんですね。うん、そうやな、梅町、まあまあ考えられなくはないですね。こんな感じで二段構築、円筒埴輪が並ぶような形で中島4箇所この集合部にあるんですよね。こちらが後円部で前方部で、ここ2つ目ですよね。すごいですね。なんかこれは本当に珍しい。関西だけじゃ、あの作り出しはね関西だけじゃないと思うんですけど、こんな中島があるのは見たことないですね。なんか航空写真を見るとすごいストーンサークルのような感じで、あれ何かなと思っとったんですけど、こういう中島と呼ばれる、まあ儀礼の場、あるいはその梅町ではないかと考えられているようですね。はい、今前方、後円部から見ておりますけども、綺麗ですね。面白いな。なんかもう綺麗とかすごいとかね、すいません、語彙力が足りなくてもうそんなことしか言えないんですけれども、この近くにはですね、実は渡来人がいたと思われる、古墳もあるんですね。で、遺跡なんかもいろいろ出てるようでして、関西だけじゃないんですね。大和、まあ奈良だけじゃなくて、古墳時代奈良からね、もうすごいだいぶ離れてますけども、こういった前方後円墳の文化が根付いてたんですね。そう考えると、感慨深いものがあります。内堀こんな感じになってます。はい、八幡塚古墳、ちょうどですね、後円部、そして中島があって前方部、集合から見ると綺麗に形がね、認識することができます。
こちらですね、5世紀、まあ、古墳時代に築造されておるわけですけれども、大和から遠く離れたこの群馬の地にですね、このような前方後円墳、まあ、中島なんてね、こう非常に特徴的な、形もしておるんですけれども、こういった前方後円墳があるということは、やはり大和で発祥した大和政権、大和王権がですね、その支配領域がこの辺まで及んでいたのではないかというように私は考えます。まあ、こちらの被葬者はこの地域の王ということで君臨していたとは思うんですけれども、この大和の地と同じ前方後円墳がこうして関東にもあるということは、大和で、認められたこちらの地域の豪族がですね、この前方後円墳を作った、前方後円墳を作ることを許された大王がこの地を治めておったというように考えられるのではないでしょうか。遠く離れた群馬県でですね、またこう大和、奈良とのね、こうつながりを考えられるというのもなかなか面白いかと思います。いやー、でも世界は広いな。関西だけしか知らんかったけど、こんな素晴らしい古墳がね、関東にもあるんですよね。まだまだ楽しみは尽きません。というわけで本日は八幡塚古墳、群馬県高崎市からお送りしました。